はい、皆さん先日ですね、ビートたけしさんがテレビ番組の方でね、これだけお金がないんだったらもうお金をすっちゃえばいいじゃん、日銀がどんどんすれるんだからみたいな発言をしてですね、私もねすごくすっきりしたと言いますか、ああよかったと思うんですよ。やっぱりテレビ地上波でああいうことを言ってくれるのは本当にね、もう本当に滅多にいないんですよね。言う人は干されてしまいますし、まあビートたけしさんほどの大物だから言えるんでしょうね。やっぱりビートたけしさんに総理になってほしいっていうね、そんな要望が毎年毎年あるのもわかるなーってところですよね。まあ本人はやる気がないと思いますけども、それでですね、今回この橋本徹さんの発言ツイッターがまたね、もう総理になってって書いてますけども、本当にね、またすっぱりとしたもんで、炊き終わったようなね、発信をしてくださってますよね。記事読んでみましょうか。国民の支持率が増加の一途ということなんですよね。元大阪市長で弁護士の橋本徹さんが15日ツイッターを更新しましたと。国会議員が歳費2割を削減する話題に言及したわけなんですけども、これやっぱりね、国政政党の代表をするぐらいの人じゃないとこれ言えないですよね。今は単なるコメンテーターだっていうふうに、まあちょっとね、謙遜していらっしゃいますけども、いやいや、もうね、大阪府、大阪市、そして、日本そのものをね、引っ張っていく力が十分ありますよ。人望もありますしね。こういうふうなパワーがあって、若くてですね、で、歯に衣着せない。そして、時にね、口は悪いんですけども、私たちの胸にね、突き刺さってくるような、そんな方針を打ち出してくださる方、こういうのをね、私たちも期待したいなと思うんですよ。で、立憲民主党の国対委員長が14日の会談で、歳費を1年間2割削減するというふうにね、お話しさせてくださったんですけども、このね、こういう方たちが別に歳費をね、2割削減しても、私のたちの胸には全く響かないんですよね。削減するんだったら10割とかね、逆に、国会議員やってる限りは、毎月100万円払いますみたいなことを言ったらね、びっくりするんですけども、2割削減とか言ってね、じゃあ2割削減して私たちのね、給料が2割上がるのかって話じゃないですか。全く関係ないんですよ。逆にですね、2割削減からするから許してね、みたいなところが見えて、なんと見苦しいというような見方しかできないんですよね。で、私はこの程度の発想しかないんですけども、ただね、橋本徹さんこういうこと言ってます。国会議員の給料2割減に国民は騙されるな。削減するのは国会議員が懐に入れる大金のうちのほんの一部の2割。全体からすると 5% ほど。数字をごまかしていると指摘。これ、はっきりとは分からなかったんですけども、ここに書いてます。ボーナス600万。ね。先日も300万ほど出たでしょ。文書交通費、月に100万なんで1200万。事務費780万。わけのわかんない費用ですよね。で、活動費1000万。すいません。活動費1000万は一切削減しないと懐の痛みはわずかだと訴えた。見てください。これだけお金入ってるんですよ。確かに政治にはお金がかかりますけども、それはなんでね、政治にお金がかかるかっていうと、政治家同士が競争してるからなんですよ。政治家同士の競争にお金をかけて歳費が上がるんだったら、そんなことやめてですね、競争はですね、国会議員同士がするんじゃなくて、より良い政策のためにしてほしいんですよね。足を引っ張り合うことに対してお金をかけるんではなくて、敵に塩を送っててもね、もっといい国づくり、もっと国民のためにみたいなことを繰り返していって、どんどんね、切磋琢磨していただきたいんですけども、いつもながらね、足の引っ張り合いにしかなってないかなと思うんですよ。で、その活動に対してこの費用は高すぎるというかね、こんなにお金使わないと国会議員ができないんだったらやめてしまえって話ですよ。私はね、そう思いますけどもね。町内会長ですらノーギャラでやるわけじゃないですか。町内会長ですらね。何なんでしょうかね。で、橋本氏は国会議員が出勤を7割減らすことにも、国会議員はクソ簡単なことしかやらないんだろうと。国会議員の出勤7割削減なんて簡単にできる。もともと不要な人数だからと一刀両断。こういうところがね、なかなか面白いんですよね。で、これだけね、緊急事態だと言って民間には自粛を求めて国会議員は平常運転というね、お前らがね、緊急事態しろよって話ですよね。2200万円の報酬に領収書抜きの経費1200万と、こういうのもね、我々は領収書1枚たりとも捨てられないじゃないですか。でもね、なんでこういう人たちね、こういう特権があるのかなと思っちゃいますよね。最近はね、N 国党の立花孝志さんとかも、どんどん国会議員の報酬とか明らかにしてくださってね。で、昔でしたらね、杉丸太蔵さんとかが、国会議員の年収が2500万だとかね、テレビで話したりとかして怒られてますけども、いや、怒ることじゃないでしょ。言えないような給料をね、払ってるんですかって話ですよ。全然そんなのは公開しても全然構いませんし、なんせね、公務で働く方なんで、プライベートなんていらないわけですよ。で、プライベートとかが、もしね、どうしても大事なら、公務をやらないことですよね。余談言いますけども、ついでに余談ですよ。こういう、公的な立場で働いてる方が、証人喚問とか裁判で、
刑事訴追の可能性があるんで答弁を差し控えますみたいな話があるじゃないですか。いや、そんなね、話すぐらいで刑事訴追の恐れがあるんだったらあなたは犯罪者ですよねということをちょっと余談ですけども言わせていただきました。これら全部税金、今こんなにもらうの申し訳ないと思う国会議員は日本の国にはいないのかと怒りを爆発させているということですね。私も怒りを爆発したいですね。もうだからね、こういうふうな発言をすると、橋本さんね、橋本徹さんは人気取りで言ってんだとか言いますけども、人気取りだっていうふうに受け取る方、そういう貧困な方はね、もうどっか行ってもらいたいですね。そうだよね、本当にね、これはね、私たちの言葉を代弁してくださってるんですよ。この前もテレビに出ながらね、テレビの中でも言ってくださいましたよね。私たちはビタ一文給料が減らないみたいな、でもそうではない人もいるんだみたいなことを言ってくださってまして、その通りだなと思います。やっぱりね、橋本徹さんは本業が弁護士なんでしょうね、心から。そしてやっぱり豊かとは言えないような家庭からね、立身出世してくださって、本当にすごい方だなと思います。でラグビーもやってらっしゃったということなんで、ラガーマン選手も多分生きてるんでしょうね。どこまでもですね、私たち弱者一般庶民のことを忘れずにですね、多分弁護士として本当にね、弱い立場の方が相談にいらっしゃったこともね、本当に何度も何度もあったんでしょうね。そういうところからだと思うんですよ。やっぱりグレてしまった少年たちの支えになるために、自分も茶髪でね、革ジャンで弁護に行ったみたいなことも聞きましたけども、いつまでもどこまでも目の前にいる人の目線に合わせてくれる人なんだなと私は思うんですけどもね。もちろんね、橋本徹はなんか企んでるんだみたいな人もいますよ。だからそういうふうなね、ことで足をの引っ張り合いとかはね、せずに、まずは誰でもいいから、本当極端に言ったら誰でもいいんですよ。立花隆さんでもいいですし、それからね、山本太郎さんでもいいですし、それこそね、橋本徹さんでもいいんですよ。もうとにかくこの安倍政権の暴走をまず止めてですね、ガタガタになったにしても、国民が安心して政府を信じられるようなね、そんな国になってほしいなと思います。今結局、例の感染症の話題が出ますけども、信じていいんやら悪いやらわかんないでしょ。だからね、なんかね、信頼できてないんですよ。で、自粛完全に、なされないのも、どうせ大丈夫だろうみたいな感じで、やっぱり、ね、厚生労働省の報道とか、安倍総理のね、発信とか、緊急事態宣言とか、ひいては、小池百合子さんのね、都知事、東京都知事の話も、なんか聞いてるようで聞いてないみたいな感じになっちゃうんですよ。だから、なんか国民が一丸になろうとするときに一丸になれないのは、それまでに引いてきた伏線、政府の伏線、今回はね、総理ですけども、安倍総理が信じちゃいけないようなね、信じられないようなことばかりを繰り返してきたから、肝心な時にもいまいち信じられないんじゃないかなと思うんですよ。その反面ね、橋本徹さんとかどうでしょうね。やっぱりテレビでの露出がむちゃくちゃ多いってのもありますし、ツイッターでバンバン発信してるのもありますしね。タウンミーティングも私ね、すごくいい試みだと思うんですよ。ああいうことを繰り返しながら私たちの声をね、しっかり聞いていただくっていうのは、今山本太郎さんとかね、立花隆さんも同じようにやってくださってますよね。インターネットで発信したりとか、本当に一般市民のところに、SP もつけずに丸裸で出て行ってくれるじゃないですか。で、ああいうふうに私たちが求めてるのは、多分ね、実現できるかどうか分かんないけども、とりあえず私たちの声を聞いてくださって、一人一人の対話の中で答えをね、とりあえず出してくださる方なんだと思うんですよ。で、安倍総理も、なんかね、その悪いとこばかりではないと思うんですよ、確かに。期待したところがあったから総理にまでなったと思うんでね、賢い方だと思いますけども、ただ今私たちの方向を向いてるかどうか、それはね、大いに疑問があるし、信じていいのかどうかっていうのも、いまいちね、自信が持てないようなリーダーなんではないかなと思うんですよ。まあ皆さんね、どういうふうにお考えでしょうか。今はね、この私、このね、もう総理になって橋本徹さんっていう記事を見て、こういうふうに、なんですかね、売り込みもしないのに、あなたが総理をやってくださいって言われるビートたけしさんみたいなね、方が、やっぱりリーダーになるべきだと思うんですよ。それが民主主義だと思うんですよ。私にやらせてくださいって人にやらして、ろくなことはないなというふうに感じるんですけども、いかがでしょうか。